放送席、放送席、そしてホークスファンの皆様、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事なピッチング、116球でプロ初完投、初完封勝利、大関投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まず連勝中の今日のマウンドでしたけれども、チームがどういった思いで最初マウンドに登ったんでしょうか。そうですね、すごく流れが良かったので、自分もしっかりそこに乗れるようにという気持ちで投げました。立ち上がりにちょっとピンチは迎えましたけれども、そこ切り抜けてからはスイスイでしたが、自分としては何が良かったんでしょうか。そうですね、最初ちょっとばらついてたんですけど、1回から野手の方が点取ってくれて、楽に投げたっていうのと、あと甲斐さんに細かく声かけていただいて、自分なりにうまく修正できたかなというふうに思います。その修正ポイントで一番大きかったところってどういうところですか。そうですね、あんまりこうコースコースにならずに、自分のボールに自信を持ってどんどんストライクに投げていくっていうところでしたね。そしてその大関さんの投球に引っ張られるように打線が16得点、ものすごい援護してくれました。それはいかがだったでしょう。いや、もう本当にどん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 投げやすくなっていて、本当に感謝です。はい。そして9回、初めての9回のマウンド登りましたけれども、9回はどういった思いでマウンド行きましたか。そうですね、もう9回は完封狙っていこうと思って入りました。実際にやってみたプロ初完封の味、いかがでしょう。嬉しいです。はい、ウイニングボールはどうされますか。これも両親に渡そうかなと思います。最後までスタンドではたくさんの方が大関投手のピッチングご覧くださりました、応援してくださりました。そのファンの皆さんに一言お願いします。はい、今日は、たくさん見ていただいてありがとうございます。おかげさまでいいピッチングをすることができました。ありがとうございます。この先もいいピッチング期待します。今日はナイスピッチングでした。大関投手でした。ありがとうございました。プロ入り3年目、24歳の大関智久投手のヒーローインタビューでした。まあ、ジョニーさん、甲子園出場はありません。茨城県の公立高校出身、仙台大学という地方大学出身で育成ドラフト2位、そこから這い上がってのプロ初完投、初完封でしたね。でもやっぱ能力が高い選手ですね。ボールも強いですし、いや本当に、なんていうんですかね、バットに当たった時のブシャっていう感じですかね。今日はほとんど外野に飛びませんでした。そうですね、本当に良かったですね。まあ、まだまだ伸びる可能性はあるというふうにジョニーさんも予想されてましたよね。まあ、前半はね、少しこうストライクの率がねっていう感じの話をしましたけど、はい、まあ、途中3回ぐらいから変化球の状態が良くなってきて、変化球がやっぱストライク入り始めると、まあ、いろんなことを考えなきゃいけないんですね、攻撃陣は。ってなってきたら、なかなかこう的が絞れなくなると、となるとそのバッターをこう手玉に取るようなピッチングで、バッティングに当たっては前に飛ばないというね、見ててね、本当に。